上野玄空寺にある高橋影康を、奥に高橋義時、井上忠敬の墓が並んでいる。高橋影康文政12年2月16日は江戸時代後期の天文学者。通称、作材門。天文学者である高橋義時の長男として大阪に生まれた渋川圭介は弟。文化元年に父の後を継いで江戸幕府天文方となり。 天体観測、測量、天文関連書籍の翻訳などに従事する。文化7年、新定番国禅図を制作した。一方で、井上忠敬の全国測量事業を監督し、全面的に援助する。忠敬の没後、彼の実測をもとに、第二本宴会予知禅図を完成させる。ロシア施設、ニコライレザノフが、 来日時に持参した満州文による国書を1808年に翻訳するよう命じられ、1810年にロシア国定書満文訓訳協会を作成。その後、満州語の研究を進め、複数の著書を残している。文化8年、版書は介護用の主管となり、厚正新編を訳出する業務を始めている。文化11年には、書物武行券天文科田筆頭に就任した。 ワリシー・ゴローブ人の日本優秀記がロシアで出版された際には、その誤った記述を正すため、ゴローブ人事件で共に逮捕したムール少尉の極中状況をオランダ語を訳し、ヨーロッパで出版する計画を推進したが、シーボルト事件により果たせなかった。文政11年のシーボルト事件に関与して10月10日に、天馬長老屋敷に投獄され、 翌文政十二年二月十六日に極死している。去年四十五極死後、遺体は、塩漬けにされて保存され、翌文政十三年三月二十六日に、改めて引き出されて、罪状申し渡しの上残守刑に処せられている。このため、公式記録では、死因は残罪という形になっている。墓は、上野の玄空寺。高橋義時、井上忠だ 高橋景康の大日本宴会を地前図組さん、人頭の墓地が並んでいる。ありがとうございます。